田中さん、日本へ行きたいんですが、位置がいいか教えてくれませんか？日本で何がしたいですか？桜や紅葉が見たいので、景色が綺麗な京都へ行ってみたいです。じゃあ、春か秋がいいですよ。桜や紅葉が綺麗な季節です。わかりました。桜が好きなので、来年の春、3月ごろ行こうと思います。3月に桜が咲くかどうかわからないので、4月の頭がいいですよ。なるほど。じゃあ、友人と4月に行けるかどうか話し合います。楽しみですね。はい。田中さんはその時日本にいますか？ベトナムでの生活が楽しいので、いつ日本へ帰るか、まだ決めていないんです。そうなんですね。でも、もし日本にいたら案内してくださいね。